ラサールを引っ張ってきたのは4人の3年生。バッターボックスに入れば相手の外野がフェンスまで下がる4番の泊健吾に、歴代でも屈指の守備を誇るショート大森らが高校入学後県大会初勝利を目指します。まずは1勝っていうのがあるんですけど、勝つにしても負けるにしても一つ一つのプレーで後悔がないように全力でプレーしていきたいと思います。守備は結構安定してて、1回で点数を取れるときにどれだけ取れるかが勝負になるので、自分が打ってやるぞっていう気持ちでつないでいこうと思います。できるだけのことはやってきたんで、あとは自分たちの努力を信じて勝とうと思います。